10月事件とは、1931年10月の結婚を目標として、日本陸軍の中堅幹部によって計画された、クーデター未遂事件である。別名近畿革命事件。1931年9月18日深夜、柳条湖事件が発生。これを端緒として、満州事変が勃発した。当時外務大臣であった。 シ原ハ十郎を中心とした政府の働きにより、不拡大、局地解決の方針が9月24日の閣議にて決定された。しかし、陸軍急進派は、この決定を不服とし、3月事件にも関わった、桜井が中心となり、大川周明北一らの一派と共にこの動きに抗動する、クーデターを計画した。橋本金五郎10月事件の計画概要は、 軍隊を直接動かし、要所を襲撃し、首相以下を暗殺するというもので、結婚の日を10月24日、創業と定め、関東軍が日本から分離独立する胸の電報を政府に打ち、それをきっかけにクーデターに突入するというものであった。具体的には、桜井の構成員など将校120名、この絵師団の不評10個中隊、機関中1個中隊、 第一師団不評を第三連隊、海軍爆撃機13機、陸軍偵察機、抜刀隊10名を出動させ、首相官邸、警視庁、陸軍省、参謀本部を襲撃、若月霊次郎首相以下閣僚を残殺及び捕獲。その後、官員の宮古と人親王や東郷平八郎、西園寺金持らに急死を派遣し、組閣の対名効果を上奏させ、 荒木貞田尾陸軍中将を首相に、さらに、大川周明を蔵将に、橋本金五郎中佐を内将に、立川美次将将を外将に、北一騎を法将に、張伊佐武将佐を警視総監に、小林将佐武郎将将を会将にそれぞれ就任させ、軍事政権を樹立する、という流れが計画の骨子となる。計画は、先の3月事件の失敗から、陸軍の中枢部には秘匿されたまま橋本ら、 左官級を中心に進められた。当初、外部の民間右翼からは、大川周明岩田愛之助が加わっていたが、その後、北一期、西田勢が参加した。その他在京軍人への働きかけも行われ、鎌倉の牧野信明内大臣の襲撃は、海軍が引き受けていた。また、大本教の出口を二三郎とも渡りをつけており、 新都40万人を動員した支援の約束も取り付けていたし、赤松勝丸、亀井寛一郎らの労働組合も動く手はずとなっていた。橋本大佐の手記によれば、東郷平八郎自身もこの計画を知っており、三大、総上に同意していたとあるが、荒木貞夫の談話では東郷は知らなかったとされ、荒木自身も計画には加わっていなかったことから、 計画に上がっていた、新内閣の構想は単なる目標に過ぎず、その先の日本の政治や経済について、どのようにするかについては、無計画であった。この計画は10月16日には、陸軍省や参謀本部の中枢部へ漏れ、翌17日早朝に、橋本金五郎、張勇、田中渡る、小原茂隆、鷲隆に、根本博天野達夫といった。 中心人物が憲兵隊により一斉に検挙される。計画がどこから漏れたのかについては、諸説あるが、根本が参謀本部の今村人氏に漏らしたとする説、西田が宮中に情報を売ったとする説など様々であるが、先の荒木の談話によれば西田が東郷へ出馬を促しに行き、その連絡を荒木にしたことから発覚したとされている。大内地からは、この計画は、 はじめから実行に移す予定はなく、それをネタに、政界や陸軍の中央部を脅迫することで政局の転換を図ることが目的であったと推測しており、事実、荒木を含めこの計画を知った軍の首脳部は、事態の収拾に率先して動き、次第に政権の主導権を獲得していくこととなった。 10月事件首謀者に対する責任の追及は、長田鉄山らによる極刑論も一部あったものの、同志の除名を橋本に弾丸された、杉山茂丸が、西恩寺金持ちに口添えを行ったり、橋本の名優である石原幹事が、陸軍首脳部に圧力をかけたりすることで、結果的には曖昧なままにされることとなった。橋本は十金審20日、田中は、 同等かといった処分の後、地方や満州に転勤という軽いもので、これは軍部において桜井の勢力が依然強大であったことを示している。しかし、この事件をきっかけとして桜井は事実上の解体を余儀なくされ、左官級の動きも次第に沈静化へと向かっていった。10月事件がもたらした影響としては、大きく3つが挙げられる。一つは若月内閣の等格。 二つ目に、陸軍内部の勢力変化、そして三つ目に、民間右翼の活動に刺激を与えたことである。足立健造、中野聖豪は、声優会の久原久之助、常並武次郎らと連携し、非常時協力内閣の構想を展開した。これをきっかけとして、若月内閣は、閣内不統一に陥り、1931年12月11日に、総辞職。 犬会内閣へと変わった。しかし、足立の思惑であった連立内閣は実現せず、足立、中野は民政党を離れ国民同盟を結成した。一方、陸軍の首脳部では、宇垣一世に代わり、荒木が勢力を伸ばし始め、同時に桜井が勢力をなくしていったため、幕僚中心の勢力配置が出来上がった。そして、北、西との一派は、 この図式に、失望の念を抱いた青年将校を取り込み、後の栗原康秀による旧国埼玉青年、低身体事件や村中高次、磯部朝一らによる陸軍士官学校事件へと繋がっていった。また、民間右翼の間にも軍部に頼らず、自分たちの力で何とかしなければ、という思いが強くなり、この思想は、後の決命団事件へと発展していくこととなった。 ありがとうございます。